谷町8丁目の私の名前はピカと言います。で前はアフリランポというバンドでドラムボーカルをしていて、今は一人で、そのちょうどこのステージでアフリランポを初めて自分の個展でやりました。それが最初。その後何度もライブしてます。ここは本当に私のホームタウンみたいなところで、高校卒業してから初めて、最初は写真と絵の個展エキシビジョンをした。でそのオープニングパーティーで演奏したかったからバンドを結成したのがアフリランポでした。だから本当に J-POP の例えばジュディ・アンド・マリーとかグレーとかルナシーとか、ああいう世代で育って、でもその時はそういう音楽と常にもういろんな音楽がミックスしてたから、こう何でもありの自由な感覚が多分もともとあった中で、そういうメジャーシーンとか関係ない自分のただ思う音楽を作ったら、そういうアフリランポになっていったって感じだから、自分の中であんまりアンダーグラウンドとかメジャーとかいうのがもともとなかったです。すごい自分はアンダーグラウンドシーンとか言われるけど、メジャーシーンの音楽で育ってるからすごい不思議な感じ。はい、we happened to be in Osaka during the Chaokubon Adori Festival. Well, over